オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフミキです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は二部構成でお届けします。第一部は9月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは9月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。統一地方選挙2020、黄色いベスト運動が候補者擁立へ意欲。9月9日月曜日、来年の2020年3月中旬に行われる統一地方選挙で、活動家ティエリー・ポール・バレット氏率いる市民の黄色いベスト運動から候補者を擁立する考えであることを表明しました。エーグル・アズール航空破綻、1万3000人が帰国できず。9月5日木曜日、経営破綻を理由に6日金曜の夜以降すべてのフライトをキャンセルすると発表した民間航空会社エーグル・アズール航空ですが、9日月曜日の時点で1万3000人が代わりの便を手配することができずに、フランスに帰国できない状態が続きました。パリの地下鉄大規模ストライキ。9月12日18時から14日7時までの市内の交通麻痺。9月12日木曜日18時から14日土曜日午前7時まで、パリの地下鉄、バス、トラムを運行するパリ交通公団は、政府が検討している優遇定年退職制度改正に反対し、大規模ストライキを行いました。Google フランス、国税庁に10億ユーロの追徴支払いで和解。9月12日木曜日、フランス国内での売り上げをアイルランド本社へ付け替えたことをめぐり、フランス国税庁と長期にわたり係争中だった Google フランスは、追徴税5億ユーロ、約599億円、および罰金4億6500万ユーロ、約557億円の支払いに応じ和解しました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は統一地方選挙2020、黄色いベスト運動が候補者擁立へ意欲です。9月9日月曜日、来年の2020年3月中旬に行われる統一地方選挙で、活動家ティエリー・ポール・バレット氏率いる市民の黄色いベスト運動から候補者を擁立する考えであることを表明しました。バレット氏は SNS 上で俳優、画家、作家を名乗っていて、一方で市民という過激活動団体を率いる活動家です。今年の3月にはトロカデロで行われた共和党のフランソワ・フィヨン氏を支持する集会に反対するため、レ・ピュブリック広場で抗議集会を行うなど、たびたびメディアを騒がせています。9日、バレット氏率いる政治活動団体、市民の黄色いベスト運動は、メディアに向けた声明の中で、
3月中旬にフランス全土で行われる統一地方選挙のパリの選挙で、市民の黄色いベスト運動から候補者を擁立したい考えであることを明らかにしました。市民の黄色いベスト運動は、今回の統一地方選挙に向けた候補者リストを、黄色い市民戦線パリ2020と名付け、パリ市政での議席獲得を目指します。声明の中で、フランスの象徴であるパリは、自らを変革し、真の価値を具現化し、一つの都市にならなければならない、と述べ、さらに、将来に向かって妥協する必要はもうない。時にかなって生まれた発想ほど強いものはない、と、ビクトル・ユーゴの言葉を借りて、黄色いベスト運動が起こるべくして起こったものだと強く訴えています。市民の黄色いベスト運動は、直接投票によるパリ市長の選任、公共交通機関の無料化、環状道路の地下化、地域警察の復活、水上タクシーの導入などを公約に挙げています。また、真冬の極寒時には、すべてのホームレスの人たちへ無償のシェルターを提供することなどの義務化や、パリ近郊に薬物依存脱却を目的としたリハビリ施設を設置することなども挙げています。市民の黄色いベスト運動は、今年の5月に行われた欧州議会選挙にも候補者を擁立する意向を示し、候補者リストを作成していましたが、最終的には出馬を断念していました。今回はアンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。Élection municipale de 2020, les Gilets jaunes veulent présenter leur candidature. Lundi 9 septembre, le militant et représentant des Gilets jaunes, Thierry Paul Valette, a annoncé son intention de présenter une liste de candidatures aux élections municipales qui auront lieu mi-mars de l'année prochaine en 2020. Monsieur Valette se définit sur les réseaux sociaux comme un artiste, peintre et auteur, mais il est aussi à la tête de son mouvement engagé Égalité nationale. Il a beaucoup fait parler de lui dans les médias en mars de cette année, notamment en organisant une manifestation sur la place de la République pour s'opposer à une réunion de soutien du républicain François Fillon au Trocadéro. Le 9 septembre, son groupe d'activistes politiques Mouvement citoyen des Gilets jaunes a déclaré dans un communiqué leur intention de présenter une liste de candidatures aux élections municipales de Paris. Les élections municipales auront lieu dans toute la France à la mi-mars de l'année prochaine. La liste des candidats choisis par le mouvement est appelée Front Jaune Citoyen Paris 2020. Et leur intention est d'obtenir des sièges dans l'administration de la ville de Paris. Dans leur communiqué, ils écrivent « Paris, vitrine de la France, doit se transformer, incarner nos valeurs fondamentales et devenir une ville. »
Ils ont aussi ajouté « Nous devons préparer l'avenir et ne plus faire de compromis. » Et « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. » Reprenant ainsi l'expression de Victor Hugo, afin de soutenir fermement que ce qui est arrivé devait arriver. Le mouvement citoyen des Gilets jaunes plaide pour l'élection directe du maire de Paris et désire apporter des transports en commun gratuits, des routes souterraines, le renouveau de la police de proximité et l'introduction de taxis aquatiques. En outre, ils ont aussi évoqué l'hébergement obligatoire de tous les SDF en période de grand froid et de mettre en place un plan réhabilitation des quartiers de Paris avec un plan anti-drogue. Le mouvement citoyen des Gilets jaunes s'était montré disposé à retenir des candidats aux élections européennes de mai dernier et avait dressé une liste de candidats, mais y a finalement renoncé. セバスチャン先生、ありがとうございました。市民の黄色いベスト運動、来年の3月までにどれだけ支持を集められるのでしょうか。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、もっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日、世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば、自動的に配信されますので、ぜひ、購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセは、毎週金曜日をめどに、フランス語学習をメインテーマにしている番組、アラカフェットも配信していますので、ぜひ、合わせてご視聴くださいね。そして、この放送を聞いてくださったあなたに、素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。